いつも大変お世話になっております古美術吉戸の吉尾です。本日は私どもの YouTube チャンネル古美術散歩チャンネル登録者数1000名突破記念ということで、感謝の気持ちを込めて動画を制作させていただきたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。私どもの YouTube チャンネル古美術散歩は、古美術の良さ、魅力、楽しさ、人生豊かにしてくれる魅力、そういったものをですね、皆様にお伝えして、まだ古美術に知らない、興味関心がない、触れたことがないという方に、ぜひ古美術に興味関心を持って、美術館博物館に足を運んでいただき、そして実際に一つ二つ買ってみて、自分の家とかですね、自分の人生の中の一部に古美術を、組み入れてほしい。なぜかというと、私自身がもう古美術がもう好きで好きでしょうがない古美術中毒者でありましてですね、もう古美術なしには生きていけない。私の人生の8割は古美術でできてますので、だからとっても素晴らしいっていう風に、古美術はですね、古美術は本当に素晴らしいんです。だからそれを、分かっていただきたい仲間を増やしたい。古美術って本当にいいんですよ。僕心の底からそう思っているので、みんなにもその気持ちを伝えたいし、その魅力に気づいてほしいし、もちろん、あ、本当だ、古美術っていいねって刺さる人もいれば、いや、やっぱりね、そんな吉戸さんそこまで言ってね、ちょっと勉強してみたけど自分に合わないよって人も当然いると思うんですよ。例えば私はカレーとお寿司が大好きなんですけど、どうしてもね、カレーとお寿司が好きになれないって人もいるじゃないですか。それはそれでもう仕方がないんですけど、でも大多数の人にとって食わず嫌いだと思うんです、古美術っていうのはですね。古美術をまだ触れたことがない、古美術に触れたことがない人が多いから、まだ古美術のその真の魅力に気づいてないだけで、本当に美しい名品、古美術の中でも本当にトップクラスの名品を見ていただければ、絶対にその魅力に気づいていただけるし、そして昔は古美術ってすごい高かったんですね。バブルの頃なんかも何千万何億ってしてましたけど、今は非常に落ち着いてるんですね。非常にカームダウンしてきてます。なので、これから古美術を買う人っていうのはものすごいラッキーボーイなんですね。ラッキーボーイ、ラッキーガールなんですね。なぜかというと、昔1億とか1000万とかしてた作品が100万円台でも買える時代が来てしまっていると。これはまあ長引くデフレとかいろんなまあ理由があるんですけども、だけど、とにかく今がね、もう本当にまあいろいろ長くなっちゃうんで、もう端的に言いますと、今が古美術を始めるベストタイミングです。絶対にそう。今から始めた方がいいというふうに私は思っております。なので、ぜひ古美術を始めてくださいということでですね、そんな皆さんに古美術を始めろ始めろって言って、じゃあ古美術って本当にいいものかどうか見せてごらんよというふうにおっしゃると思うんですね。そこでですね、今回ちょっと素晴らしい、まあ、古美術の中でもですね、非常に素晴らしい名品を、いくつかご紹介いたしました。まず一つ目、織部向こう付け、これは本当に素晴らしいですね。これはですね、久子と糸巻車という非常に珍しい文様パターンでして、上から久子、ひょうたんがぶら下がってますね。かわいいですね。そして糸巻車、これ糸って絡んじゃいますから、木の板にぐるぐるぐるぐっと巻いて、こういつも置いとくわけですね。で、その糸巻車が踊ってる、まるでダンスをしてるように、なんでひょうたんと糸巻車をね、模様にしたんだいっていう、よくわかんないですけど、その感性が。そしてサイドには、あれですね、吊るし柿、干し柿、軒先から結局柿を吊るしてですね、干し柿にしますよね。その様子なんかをこう、サイドにあしらって、あとはぴゃっぴゃっぴゃっと、あれはね、特産も、草ですかね、何かこう、要するに下からビューンとこう、つくしとかいろんな草が生えてるのを、縦縞のストライプとして表現してるのかもしれないし、で、緑。織部湯がね、緑湯がかかってますけど、これは大草原の大自然をイメージしたかもしれないですね。織部が焼かれた地域っていうのは本当にもう山ですから、野原、すごいんですよ。僕も行ったことがあるんですけど、もうものすごいイノシシとかね、獣が出るんじゃないかって山深いところで焼いてたので、そういった大自然に感動して日常の風景を落とし込んだのかもしれません。で、この織部の向こう付けっていうのは、まあ数はたくさんあるんですけど、これは名品です。本当に名品。何がいいかっていうと、まず緑釉がバチッとこう鮮やかに出てますでしょ、これがいい。そしてあと文様、鉄絵がすごいバチンとはっきり出て、焼きがいいんですね。焼きがいい、形がいい、そして状態がいい。もう見るもの全てをこう魅了するようなフレッシュで美しい、
これ桃山時代の作品ですから400何十年か前のやつなんだけど、今見てもスタイリッシュじゃないですか。すごいかっこよくて、こういうものはワールドクラスの織部なので、世界中でやっぱりみんなに欲しい欲しいというふうになっちゃうわけですね。もうコンテンポラリーをはるかに超えたアンティーク、まあ非常に素晴らしい作品です。そして次に絵ガラツ、まあこれトップクラスですね。うん、この鉄絵のこの良さ、もう素敵じゃないですか。こんな絵描けます？そのなんていうんですか、紙に描くのとこの曲面曲がった焼き物に描くのって全然違うわけですよ。その焼き物でしかも、ね、曲がってる曲面にその鉄でですよ、こんなにいい絵描けますか？その平面のスラスラした紙に墨とか絵の具で描くなら描けますけど、ほんと難しいですよ。デコボコしてザラザラしてるその焼き物、しかも紙と違ってもう一回あんだけ形を成形して焼いてるので、絵が失敗したら大変なことになるじゃないですか。そのプレッシャーと戦ってですね、これだけ潔のいいこうシュッという筆運びで絵が描けますか？もう本当に僕この達人の絵付けに感動しちゃって、うわいいなと思ったんですよね。本当に素敵じゃないですか。このなんて迷いのない線、シャープな、すごいですよね。僕この絵にもう本当に感動してしまって、そしてまあもう重さサイズ、大き、うん、サイズね、大きさ形すべて良しだし、で裏をひっくり返したら高台がすごいシャープで真っ黒に鉄れをしててですね、もう伝世でずっと桃山時代から来てるわけですよ。だからお茶の席で使われたと思うんですけど、もう本当に感動的な絵柄、もう唐津、桃山小唐津多々ありますけど、その中でもねトップクラスの作品、名品って言って間違いないですね。これ昔だったら高かったし、例えばこれがね、うん、昔5客揃ってたらもう何千万、もう2000万とかしてたんじゃないですかね。1000何百万はしてたでしょうね。それぐらいのトップクラスの絵柄の名品だと思う。5客揃ってたら今でもねそれは高いだろうけど、1客ねたまたま外れてたからラッキーで買いましたけど、本当に本当にいい絵柄で、このさっきのね桃山織部とこの絵柄はすごくいい。だからぜひね、じっくり見てほしいし、まあ、また個別にね、織部は織部、唐津は唐津でしっかりじっくり後ほど振り返ってね、また別の動画で解説しますんで安心してくださいで、そして次は高知ですね。高知素晴らしい、明時代のですね、中国明時代の河南山祭っていうものなんですけど、まあ、非常に日本のお茶人の要請を受けて皇后として作られてですね、それ以来江戸時代からずっと伝世している作品で、素晴らしい昔のね由緒正しい皇后のバイブルと呼ばれるような目録図録、特別版の図録があるんですね。それに皇后の名品がいっぱい載った図録にこの作品が原品そのものが書斎されているので、もう本当に由緒正しい古き良き書斎の大名品、蓮の形ですね、蓮のレンゲのね花の形作ってトップがね、で下の方が何ていうんですかね、この葉っぱの部分、ね、蓮の葉の部分を表してて、もう非常にもうその精神性の深い美しい作品ですよね。高知っていうのはね本当にいいものが少ない。一番有名なのは藤田美術館のね高知大亀皇后っていうのがありましてね、あれは本当にすごいんですよね。あれもなって今の価値で何億円でね、その藤田伝三郎先生がお買いになったっていう話で、1点何億ってそう家買えますよね本当に。だけどやっぱりそれぐらいね魅力があるんですね。本当に素晴らしい。高知焼きってね、みんな今結構数が少ないんですよ。高知焼きの現存してるものっていうのが少ないからみんなよく分かってないですけど、高知焼きは本当に魅力的な焼き物で、これはね高知焼きのトップクラスと言って過言ではありませんね。だってまあその素晴らしい皇后のね本に載ってるわけだから素晴らしいに決まってるし、スーパートップクラスと言って間違いないですね。素晴らしい作品、これもまた後ほど解説しますので、楽しみにしてください。そして次にですね、コソメツケ、いいですね。コソメツケのションズイデの、向こう漬け、包むこう。その筒茶碗に使えるかなと思ったんだけど、先っぽがすごいトゲトゲギザギザ尖ってるから口に刺さっちゃって飲めないですよ、お茶がねだからまあ結局包むこうって言っておかずとかを入れるような、あの懐石、お茶の懐石の時にお茶、おかずなんかを入れて長い箸でねその食べるっていうようなおしゃれなやつなんですけど、まあ、これがね筒茶碗になるようだったらすごい良かったけど、すごい凹凸ボコボコがしてて、でそのボコボコしてる窓の一つ一つにすんごい緻密に丁寧に絵描いてるんですよね。
これもまた達人の仕業だなと。こんな描けます？こんな細かい絵を。すごい上手じゃないですか。びっくりしちゃって。で、この形僕初めて見たんですよね。だからはもちろん当然日本からの特別注文品で景徳鎮にこういう作品を焼いてくださいよっていうふうにお願いして作ってもらった。素晴らしい特別な、もうスーパー特殊なね、あのスーパースペシャルな作品、すんごいいいんですよ。で、これも多分もともと10、20とか揃いであったと思うんだけど、一脚だけ外れで。で、僕これ初めて、この形、この作品初めて見たから、20何年やってて初めて1個だけ見たんで、もう1個、まあ、いや、まあいくつかね現存してるんでしょうけど、これがもし5個揃いとかで出たら、それはそれで買いたいですね。本当に魅力的な作品で、僕すごいね大好きです。納め付けってやっぱともすればね、ちょっと緩くてあんまり良くない作品が多いんだけど、これはとってもいい。あのションズイっていうね、そのすごい染付の上の上位ランクの素晴らしい作品がある、染付作品が民末新書の素晴らしい作品があるんだけど、これはもうションズイにね、こう勝らずとも劣らないぐらいの絵のクオリティがあるし、魅力がある。まあもちろん染付ではあるんですけど、染付ションズイで包む子が、うん、というふうにまあなるでしょうね。まあこれもまた後日ね、あの別の動画でしっかりとその魅力とか深いその精神性っていうのをあの解説いたしたいとは思ってるんですけどもね。まあ本当にね、だから古美術って素敵だなっていうふうにつくづく思っちゃうんですよね。本当になんていうかな、魅力が深いよね古美術。本当にあの僕古美術が大好きで、特にお茶の世界にこう伝わってきたような古美術作品っていうのはね、やっぱりととても魅力が深くてね、感動がありますよね。本当に心惹かれちゃうなと思いますよね。古美術いいよな。そしてですね、最後5点目ご紹介するのはこちらももう素晴らしい、絵高麗の五本茶碗というものですね。これ何かっていうと、高麗、まあ、朝鮮でですね、焼かれた作品で、まあ、大体17、18世紀くらいに制作されたもので、日本からですね、まあ、注文して、こういう風な形で、こんな感じの絵をつけて、茶碗を焼いてくださいみたいな感じで、注文したという風に言われている作品で、これ、絵唐津にね、すごい似てるなって思ったんですよ。だから、結局、唐津っていうのは、朝鮮陶工が、この朝鮮出兵の時にあの、まあ、九州に来ていただいて、九州でねこの陶磁器の制作技術っていうのを教えていただいたわけですね。なのでもともと唐津とか日本の焼き物っていうのは朝鮮系からあの技術が伝わってきたものでありますので、これも非常に唐津に出て、まあ、当然といえば当然唐津の先輩っていう感じになりますよね、うん、でこの茶碗のねやっぱ魅力っていうのはね、ものすごくね、冷凍ジャッコっていうお茶の世界のね言葉があるんですよね。すごいもうわびてて錆びてて枯れてて、その先にある、澄んだ精神性、研ぎ澄まされた精神性っていう部分で、何て言うんですかね、この華美で、お茶の世界ってね、こう華美で優雅でなんか豪華でギラギラしてて分かりやすいものをね、はしたないっていう風に捉える風潮があるんですね。本当に控えめで質素で粗粗として、その野に咲く花を控えめに控えめにっていうのが美徳なんですね。日本人とお茶の世界っていうのの美徳ってやっぱ謙虚で目立たず、それでいて強くたくましく、信念とか誇りとかね、プライドを持って生きるっていうのが、ね、やっぱ日本の美徳じゃないですか。武士は食わねど高楊枝とかね、ボロは着てても心は錦とか、そういう言葉があるぐらい、やっぱり派手に目立ってイエーイみたいな、こんな感じなのは日本人としてやっぱはしたないよと。本当にこう枯れて地味でね、質素で暮らしていながらも、心にも熱い魂と教養と知性インテリジェンスとかを持った人っていうのが本当に素晴らしい人間なんだっていう、そのマインドがあるじゃないですか。僕もすごくそれ賛成するんですね。目立つのは別に悪くはないけど、その結局ね、本当に優秀な人とかってどんなに隠しても目立ってしまうんですね。このノーアルタカは爪隠すっていう言葉もありますよね。本当に魅力的な作品っていうのは、自ら派手に喧伝しなくても、頭角をね自然と表して世にバレちゃうんですね。これはすごいっていう、この人はすごい、この作品はすごいっていうのが、自らその自発的にね、宣伝しなくても結局分かっちゃうんですよ。でこの作品すごい地味で質素でわびてて枯れててね、いやー枯れてんな、わびてんなって目立たないですよ。その会場の、ね、隅っこにポツンと置いてあっても誰も気づかない。だけどね、やっぱりね、もう
オーラがビンビンに来ちゃってるんですよね。その絵もね、この波平さんとかオバキューの髪の毛みたいにシュッシュッシュッって弱々しい線でね、この本当にこの絵付け必要だったのかしらっていうような控えめでもう最小限のね絵付け 3本の線なんだけど、これがいいんですよ。最初はね寂しいと思ったけど、見てるうちにね、あ、これで全て完結してるなって思ったんですね。これ以上線が増えてもダメだし、これ以上少なくてもダメだし、もう必要最低限の筆運びで、高い精神性を表現してるんですね。例えば仙台和尚って仙台さんっていう和尚さんがいたんだけど、その人丸三角四角って、ね、紙に書いて、それが出光美術館にあってですね、もう何ていうの、ただそれだけなんですよ。丸と三角と四角の絵を描いただけのやつがものすごい高く評価されて名品だって言われてね、で見に行ったらやっぱりいいんですよね。だから結局ね、そのなんていうのかな、多くを語らずして分かってもらえるこの3本の線っていうか、もちろんこれはね秋草の模様を表した作品で、この茶碗でね、この秋に一人でこうお茶をずずっと飲んだら、本当にスーッと心がね、こうなんていうんですかね、こう謙虚になれるというか、実るほど神戸を垂れる稲穂かなっていうようなね、この線ですよね。本当にねかっこいいんですよ。なんか超渋い高倉健みたいな茶碗で、自分不器用ですからっていうような感じですね。本当に多くを語らないんだけど、多くを語らないのにものすごく多くを伝えてくるような、先生のような、師匠って呼びたくなるような名腕、もう本当に名家老って感じで、うん、その茶碗と向き合って自分がお茶を飲むと、自分の若さとか荒さとか、その生意気さとか、その荒削りさっていうのをスッとこうなだめてくれるようなティーチャーですよね。うん、ティーチャープロフェッサー的な佇まいを持つ、すごいわびてて枯れてるおじいちゃんみたいな茶碗なんだけど、超かっこいい。おじいちゃんっていうよりは遺跡、うん、ボロブドゥールとか、何あのアンコールワットとか、なんかいろいろ歴史、なんか自然遺産っていうか文化遺産があるじゃないですか。あのモン・サン・ミッシェルとか、まあ何でもいいんだけど、その長い年月のね雨風にさらされて削られて、こうなんていうのかな、こう鍛え上げられて生き抜いてきた凛としたこの強さを持つわびた茶碗、いや本当にいいんですよ。もうなんていうかな、これ見てもらえばすぐ、見てもらえばっていうかね、こう実際これでお茶飲んでもらえばもう一言でわかるんだけど、すんごいいいんですよ。見るものを魅了する茶碗で、箱も枯れてますでしょ、わびてて枯れてますよね。もう本当に質素なね杉箱で二重箱になってますけど、わあこれ本当にいい茶碗でね、ないですよ、こんなにいい茶碗はない、本当に。いや、あるけどこんなになんかね素敵な茶碗はなかなかないよ。本当に茶碗としてすごい深い魅力がある。これは僕は大好きで、すごい素晴らしい。これでお茶をね飲みたいなと思ってて、まあ、飲む前にね、ちょっとね、お客様に買っていただいたんだけど、やっぱり結局、古美術商っていうのは、もう裏方で黒子ですから、僕なんかは目立っちゃいけなくって、そして、お売りしてる作品をね、自らが使うっていうのも、ちょっとはしたないなって部分もあるし、だってね、そのお客様が最初にお使いになる前に自分が先に使っちゃうっていうのもなんかおかしいから、だから、売れ残ったやつをしょうがないから店でちょっと使ってみようかなっていうのはいいけど、その買ってきたばっかりのやつを一番最初に使う栄誉とかね楽しみっていうのはお客様のものですから、だから僕はまあ使わないですね。売れ残ってもうずっともうこれ売れないなと思ったら使いますけどそれか最初から自分のために買った作品だったら使うけど、お客様は、作品はお客さんのものだし、古美術展っていうのは作品が主役だし、お客様が主役だし、我々は裏方で黒子だから、作品を目立たせてお客様に喜んでいただくっていうことがやっぱりね当然ですよね。だから僕はこの茶碗でまだお茶を飲んだことはないんだけど、きっと美味しいんだろうなってすごい思いますね。本当にいい茶碗。ちょっと長くなっちゃいましたけど、まあ、結局ですね、この5点、織部、唐津、高知、小染付、絵ごらいね、こういうのを見ていただいた、いろんなバリエーションをちょっとねお見せしようと思って、たまたまね今現状手元にあったのをパパッと撮ったんですけど、まあこれに代表されるような、まあ、このクラスのこのワールドワイドなその作品、まあ僕はどっちかっていうと伝世で名品っていうのに割とこだわってる方で、あんまり発掘とかっていうのは好きじゃなくて、
やっぱりね、こうしっかり箱があって、資材が整ってて、来歴があって、ずっと大事にされた艶やかな作品っていうのは本当に魅力が深いの で、昔はね、そういう作品何百万とか何千万とか出さなきゃ買えなかったんだけど、今100万円前後でね、こういった作品っていうのが買えちゃうんだよね。だから本当にすごくて、僕駆け出しの頃なんかもうこんなのも高すぎて400万500万して買えなかったんですよ。全然買えなくて悔しい思いをして、あ、もうこんな高いなら古美術やってらんないなって、ね、自暴自棄になった時期もあったんですよ。だけど今ね、本当にラッキーで、すごいベストベリーグッドタイミングで、古美術っていうのがだんだんこう落ち着いてきて、値段がで今安すぎるんですよ。安すぎる。やっぱ400万500万の時代はみんな浮かれてて景気良かったから高すぎると思ったんだけど、今は絶対安すぎる。めちゃくちゃ安い。アンダーエスティメイトされてる。うん、絶対買った方がいい。で、全部古美術全体が安くなってるから、そこで下のクラスのものを買っちゃいけなくて、やっぱ上のクラスのものを買わなきゃいけないと僕は思うんですよ。やっぱり何でも選びたい放題でね、全部安くなってるのに、なんであえてそんな下のレベルのを買うんだっていうふうに僕思っちゃうから、やっぱりね、本当に僕自身も心がけてるし、皆様にも、アドバイスしたいのは、いい作品を買った方がいい。ちょっと高くてもね。うん。だから例えばさ、3万円5万円でこう露店とかさ、このちょこ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 買うでしょ。で、100個買ったら300万500万になっちゃうんですよ。だけど今名品って50万円から100万円でもうすごい結構トップレベルの名品が意外と買えちゃうんで、ちっちゃいもんだったりね、外れてるもんだったら、だからそれ5点買った方が絶対いいと思うんですよね。僕はね、感動がやっぱり1000倍ぐらい違うんで、その打作盆作と名品っていうのは、だから僕は常にもう本当に絶対もう自分の力の及ぶ限りマックスの名品を常に買うって決めてて、で今回このお見せした5品っていうのは名品です。うん、みんなに聞いて、古美術有識者の人に聞いてもらってもいいんだけど、これはいいもんですよ、本当に。うん、もうもちろんスーパートップとかミュージアムピースだとかまでは言わないけど、相当いいですよ、本当に。これはすごくいい。オリベの中でもいいオリベだし、唐津の中でもいい唐津だし、高知の中でもいい高知だし、まあ、コソメツケの中でもすごくいいコソメツケだし、エゴゴライの中でも、五本沢の中でもかなりいいもんだと思うんですね。やっぱりなぜかっていうと、僕は一流店とか有名なそのちゃんとしたお店で買ってるんでそうだから、変な露店とかさ、そのヤフオクとかで買ったやつじゃないから、もともとそれなりの、ね、値段を出してちゃんとした超一流の専門店で買ってますんで、やっぱりそういうもんって気持ちがいいですよね。それで意外とね、高くないんだよ。うん、もちろん高いのもあるんだけど、その結構ね、すんごい頑張って探せば安くていい名品っていうのは結構ある。うん、僕はそれを一生懸命日本中世界中探してきて、店にギュッと集めてやってるわけだけど、だからお客さんがね、こう各店舗世界中飛び回って探すってすごい大変だと思うんだけど、うん、僕はまあそれを日々毎日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 探してるから、こういう風にギュッと集まるんですよね。で、まあギュッと集まったもんですから、まとめてちょっとみんなに見てもらおうかなと思って、ね、この感謝の気持ちを込めてやりました。そして、まあ、これ本当にいいもんだから、ちょっとね、こんなね、ダイジェストでね、ギュッて5個もこんな名品をまとめて乱暴なっていう風に思う方もいらっしゃると思うんで、後ほどね、一つ一つまた別の動画に切り取って、ちゃんとしっかり説明しますので安心してくださいもったいないですよね、こんなメイン級のやつをさ、5個全部1個にして1つの動画にするっていうのもまあ乱暴なんですけど、まあ、だって1000人記念ですからね、1000人突破ってすごいことですよ。本当ありがとうございます。なんか YouTube の業界でもチャンネル登録者数1000人超える人っていうのが1割しかいないんですって。だから 10% の人しか1000人超えなくて、超えられない人が 90% だし、そう、なんていうの、うん、超える前に諦めてやめちゃう人が 90% らしいんですよ。だけどまあね、おかげさまで1年ちょっとかなって、まあなんとか YouTube 1000人突破させていただいたのは本当に皆さんのおかげだし、1000人もね、新たに古美術に興味関心がある人が増えたっていうのは本当に僕は嬉しい。そのうちの、そうですね、1割、うん、1割だけでも100人だけでも僕のお客さんになって、僕に会いに来て、僕と古美術に対して深く語り合ってね、それで素晴らしい名品を持っていただけたら、こんなにね、人生の意義を感じることはない。だからぜひ本当に僕と一緒に名品を買って選んで楽しんで人生豊かに
していってほしいと思いますね。自分42歳で今が本当に人生古美術商としてのもうノリに乗ってる最盛期なんですね。で、古美術商の僕のね個人的な意見だけど、古美術商のピークって40歳から60歳まで20年間だと思うんですよ。やっぱりそれは気力、体力、経験、あと財力、あと目、目利き力とかがピークなんですね。で、60歳超えるとやっぱり集中力とか体力とか気力とか感受性とかいろんなものが衰えてくるから、今なんですよ。僕の古美術商としてのマックス、スーパーマックスは今始まったばっかりなんで、ぜひね僕の全盛期クライマックスを共に歩んでほしいと思うし、自分の活躍とかこれからどん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 伸びて右肩上がりになっていくはずなので、それを見ててほしいですね。そしてその中で何かね、気に入っていただける作品とかを、そこまで言うのはちょっと古美術の名品とやらをね、見せてもらおうじゃないかっていう風に思っていただけたら、ぜひね古美術にチャレンジ、名品にチャレンジしてほしい。で、最初はさ、よく言うんだけど、最初は安いのからとか、その何て言うのかな、最初はまず下のレベルのものから始めるって、いやそんな必要なくって、最初から自分がいけるマックス行った方が早いですよ、成長は。最初は露店からとかさ、最初はなんか安いものから買おうなんて、そんな悠長なこと言ったら人生短いですから、もう最初から初手から第一投目から第一歩目から自分が買える一番いいやつ買った方がいいです。その方がお金が無駄にならないから、スタート地点が高ければ高いほど上に飛べるから、だから全く遠慮せず、自分は初心者だからなんて自分を低く見積もらず、最初から吉田さん一番いい名品くださいと、ね、一番いい自分が買うことができるマックスの名品を最初から買った方がいいです。例えば20万円の予算なら20万円で1点買った方がいいし、50万円なら50万円で1点買った方がいい。1万円の20個買わない方がいい。100万円なら100万円の1個か50万円の2個買った方が絶対にいいと思います。その方が成長が早いし、名品っていうのはまあ やっぱとっても安くは買えないし、ネットとかではなかなか売ってないし、なかなか掘り出し物もないですけど、だからやっぱちゃんとした店で、ちゃんとした作品を適正な価格でお買いになってほしいですね。そうすれば絶対にもう分かるから、その魅力が。まあ、というわけでですね、いろいろそのなんかこう自分の思いとか古美術にかける思いとかその熱い気持ちっていうのを語り出すと本当に6時間ぐらい喋っちゃうんでもうちょっとね皆様も飽きてきたと思うので、ここら辺にさせていただきたいと思いますが、最後に、名品は素晴らしい、古美術は素晴らしい、そして YouTube チャンネル古美術散歩1000名登録非常に嬉しく思っております。本当にいつも見てくださるお客様のおかげ、皆様のおかげだと思っておりますので、これからもですねますますクオリティを上げていい動画いい作品を紹介していきたいと思いますので、どうぞ今後とも古美術と、古美術吉戸を、両方よろしくお願いいたします。本当にいつもありがとうございます。これからもね一緒に古美術やっていきましょうね。よろしくお願いいたします。ありがとうございます。失礼します。古美術吉戸は古美術の良さ、美しさ、楽しさを伝えたい、広めたいと願い、古美術業界の発展の一助になりたい一心で一生懸命に動画を制作しています。どうか温かい応援、チャンネル登録よろしくお願いします。いつも本当にありがとうございます。